GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当はおいちゃんと、編集部唯一のパーマ野郎大山と、みやこです。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけでですね、今回はなんとスタッフが全員勢ぞろいしての12人でのマブラをやろうと思っております。初めてですね。初めてです。12人というのは初の試み、はい、随分増えたもんですよ、本当に、ね、はい、でそれで、まず12人で今回スマブラで何をやるかと言いますと、はい、最弱の王を決定したいと。いいじゃないですか。最弱、最強ではない、はい、最強ではない。最強ってなるともう最終的には僕と忍君しかもう残んないんですよね。もう大体分かるんですよ、うん、大体分かってる、やらなくて大体分かる。それは見てもつまんない、はい、だったら最弱王を見てやろうと。お、いいじゃないですか。ということで、それぞれ、今回ですね、はい、ABC ブロックに分けて、はい、まず4人ずつ戦って、はい、合計まあ12人なんで割る3なんで、なるほどね、4人です、ね、はいはい、それでまず、ABC のブロックごとに2人ずつまず最弱の3位4位が配置されますね、はい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 、バトルした場合4人で、ね、そしたらその3位4位が上に上がって今度は、合計が、6人なのかな。そうですね、3位4位だから、ね、6人になってその6人を2つに割って33、はいはい、で33をそれを対決させて、はい、ビリの人が1人残るわけです、はい、3位の。なるほど。それを今度は上に上げて最終的に決勝戦でその2人をぶつけてやろう。おお、負けるだけ上に上がれるんですね。負けるだけ上に上がれる。意味が分からないシステムではありますね。本来であるべきシステムとはちょっと異なっていた。なるほど。なので、はいはい、今回まず A ブロックから、はい、行きたいわけなんですよ、はい、というわけで A ブロックの方々まず自己紹介お願いします。はいはい、しのぶです。よろしくお願いします。はい、天然パーマゴエモンです。よろしくお願いします。天然パーマ、もっといる。あれ、天然パーマ。はい、ケンタロウです。よろしくお願いします。はい、そいやそいや、ビビビビ。あぶんじゃないよ、トリプルビでしょ。言ったよ。トリプルビクリハです。はい、よろしくお願いします。ソイヤが増殖されてきますね。もう彼は使えないということですね、はいはい、というわけで、今回この4人で対決していただきまして、はい、スタジオにはちょっともう全員入っちゃってるんで、はい、声がいろいろとっちらかってるとは思いますが、ちょっとその辺はご了承ください、はい、というわけで、タン君が優しく食ってますというところで、はーい、いただきます。いや、今日饒舌っすね。絶好調。早くやれ。もうやめろよ。時間5分でね。時間5分です。3人制で、はい、行きましょう、はい、負けないんだから。じゃあ、しのぶくん合図でいいよ。はい、じゃあいきますよ。すまー。てか、やらねえよ。決めてねえよ。そうじゃない。じゃあステージはどうしましょうか。一番シンプルなやつでいいと思う。とりあえずこことここ以外は終点化する予定です。やりづらいんで。じゃあ終点化でいいんだよ。終点化のランダムが多分一番あの公平だと思うんで。オッケー。じゃあ終点化お任せで。はい、はい、じゃあいきまーす。おーい、はい、レディーファイト。よしよし、勝つぞ。うわー、すげーやだ、しのぶさんと。ただ今回しのぶくんね、いつものコントローラーじゃないんで、ね、そうらしいんですよ。そう、全然税不調ですよ。いや、攻防不動なんちゃらって言うんでね。ちっちゃい、ステージちっちゃい。狭い。確かに狭い。狭いですね。しのぶくん、クラウド、リンクを使ってらっしゃるのがゴエモンちゃんで、ケンタロウ氏がベヨネッタ、ベヨネッタで、バランスボールをブレイクした人がビフィットトレーナーですね。そうですね。バランスボールブレイクしたのにバランスボール乗っそうな人を使ってますからね。ねえ、おかしなもんですよこれは。トレーニングのね、トレーニングのビフィットトレーナーこれでなんか技でチャージしたらバランスボールビーって溜めてなんか発射できるんですよね。あ、なるほど。そのたんびに相手にぶつけた。あ、出た出た。よいしょ。今日のバランスボールが壊しただろ。さあ、早くも忍くんが一人落としましたね。はい、そしてリンクもそろそろやばいと。あぶね。で、そして98%、104%、ちょっとどんどん上がってきてますね。さあ、忍くんがどんどん追い詰めてるぞ。もう追い詰めてきてますよ。アタック。あ、バランスボールだ。バランスボールぶつけられたぞ。何が、誰がぶつけられた。何より薬力だな。忍くんがぶつけられた。忍くん、忍くん、怖いよ。あ、食べてる、食べてる、食べてる。バランスボール食べてる。あ、出した、ビーフィットトレーナー、動き面白い。両手万歳してバランスボール作るやつ。おおおっ、ゴエモンが2人を一気に押して。おいおいおい、ゴエモンちゃん、ゴエモンちゃん強い。あ、いてててて、あ、やばい、あー、ゴエモンちゃん落ちちゃった。ベヨネッタにやられたと。おー、数的には今現在ウィーフィットトレーナーが全く落としてない状況かな。そうですね。あ、いてて
技をチャージしてる回数は多分ダントツなんですけどね。そうですね。バランスボール作ってる回数はここからバランスボール1回もじゃなかった。やばい、すいません、来た。怖い、行って。皆さんの見る視点がバランスボールに変わりつつある。バランスボール、最悪すいません。出さずに終わった。痛いよ。あ、全然まずい。数字がどんどん全然まずい。補正されていきますね。ケンタロウという人は結構落としてますね、意外と。あ、そうですか。意外と落としてますね。さっき2人落としましたか。あら、うん、あ、でバランスボールまた作りましたね。今チャージ中ですね。お、あ、した。やばい出した出した。今、忍君の動きはスローイン。忍君はあのまま攻撃を受けなければ多分ポイントじゃないですか。ですね。だけどちょっとケンタロウ氏が横からもうあの飛ばさせねえぞ。あ、余計なことした。余計なことしました。余計なこと。あぶ。リンクちょっと危ないですよ。あ、届かないか。リンク届かない。あ、残念。さあ、しのぶくんが圧倒的に点数今高いですかね。高いですか。いや、少なくとも2点か1点は取ってんじゃないですか、プラスで。トリプル B には勝ってますよ。トリプル B はさっきからバランスボールですよね。あ、またバランスボール作ってる。今、しのぶくんは本当にやばい。さあ、現状だと、あ、トリプル B が、しのぶくん落としたか。落とした。そんなバカ。お、1回戦勝ってんじゃねえか、これ。今落ちましたね。今落ちたぞ。ゴエモンの空中ウェイが刺さりましたね。トリプル B にやられた。あ、さてまたバランスボールを、バランスボールを。バランスボール作る暇がない。やっぱステージが狭いんでね。危ねえ。そうですね。ごっちゃごっちゃしてますね。あー、出た。現状は今のところどうなんでしょう。パス的に見るとまあとりあえず忍君健太郎あたりが今のところ優勢状況なんですかね。あ、そうですか。ペタ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 。ただゴエモンも地味に吹っ飛ばしてますから、ね、まだわからないですよ。ビーフィットトレーナーがねちょっとダークホースそうですね、地味にもしかしたらあのボールをそうぶつけた時にね、うん、判定が吹っ飛んだ判定もあ、またバランスボール食べましたよ。あ、ゴエモンが、あ、でも、あ、今のはですね、ケンタロウ氏が割り込みましたね。何？今ね、リンクの攻撃がヒットしたと思ったら、そう、ベヨネッタ特徴がありましてね、あの、銃を撃つと、あの、判定がなぜかベヨネッタに移ることなんですよね。ひどい。そんな卑怯な。すごい。本来はゴエモンの得点だったところ、本来はゴエモンがバーストしたところを、そのバーストした瞬時に、あの、全く当たってはいるんですけど、ちょっと、あのひるむとか判定が一切ない。マジで本当に出したい技が出せないの。卑怯な反応。卑怯な魔女ですね。随分と。さあ残り時間はもう20秒になりますよ。おお、あとわずかです。意外と早いですね。さあ残り15秒になりました。ここで一杯、これは大きい。これは面白い。バランスボール打ってほしい。バランスボール打ってほしい。バランスボール、注目すべきはこの1位じゃなくて1位だ。よしよし。じゃあここで、ゴエモンとバランスボールビビビが、勝ち抜けと。負け抜け。はい、トーナメントの上に行きました。次のステージに進むと。一応ちょっと見てもいいですか、この後の画面誰が何吹っ飛ばしたか。はい、1回 A ボタン押してください。はい、完全にトリプル B がもうクラウド落としてる。なるほど。はい、じゃあ A ブロックの結果はこういう感じになりますね。はい、じゃあ1本はこれで。はい、はい、ではですね、今回はこのような形になりまして、はい、じゃあ締めましょうかね。はい、はい、GM チャンネルではほぼ毎日17時から動画を配信しておりますので、よろしければ見てください。はい、長老チャンネル登録がまだの方はよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。 GM コイン